やっぱり尺気にしてて草。このまた長くなった編集。始まった。フルパワーボージャック全開覚醒やろ。トシ、首元セクシーすぎる。トシ寝てなさそう、寝てくれ。性的すぎる。なんでしょう。楽しみ。おー、来た！ベジータ、マジかよ。ベジータの人？まさか、ベジーター、なで型。おお、堀川さんかっこいい。おお、かっこいい。おお、おお。これキラベジか？ベジーター。なで型とか言わんでいいねって。マジで。キラベジ？キラベジか？破壊しきれんほどの技を食らわせてやるのか？お？なんやて？駆動。キラベジだね。何やったベジータか？マジか、堀川さん。おおい、来た来たー、おーマジかよ、来た来た、ウルトラベジータ、マジか、ウルトラ、お、なにー、ウルトラ、超ベジータか、おお、やばい、よだれ垂れた、ウルベジ、やべえ、かっけ、花火だ、マジか、ウルトラベジータ、合ってるやん、汚ねえ花火だと、汚ねえ花火、おわお、いやナイスマジでウルトラ、ガチャではないよね、わおお、無料だって、これはかみ、これウルトラ、次フリーザやん、イベントか、やったー、かっけー、かっけー、いや、やっぱこの頃のベジータクソかっけーな、マジでやばい、かっけー、おお、いいね、クソかっけーな、マジでかっけー、かっけー、かっこよすぎー、トシニッコニコで笑うた、マジで。アクベジータスコ。トシニッコニコ。これにはベジータファンもニッコリ。これは旧実装か？これが無料だと？わらわら。お、マジかよ。あ、パープルなんや。へぇ。紫か。射撃か。かっこいいな、イラスト。代打で殺されるドドリアさん。チャンスタイム出た、両党派したから、ウルトラマッパホイベントついてくさ、またかよ、出たー、ベジオン共闘、こんにちまで来た、これクソ、わら、今の共闘は下までだよ、当たらんのな、何なのこれ、当たる番号、当たらねえよ、当たれば神、外れはゴミイベント、これ入らんわ、うわマジか、こいつかよこいつか、え、前回来た、え、こいつなの、いや、まさかの悟空、え、おっと、まさかの覚醒キャラ、リミテッドじゃなかったね、じゃあ、斜め上、話を伸ばすな、一人枠で54引かせるためか、新キャラ見してくれ、リミテッドの覚醒来ると思ったわ、さすがに、なんだこれ、おーちゃーらーへっちゃらー、おっと、はっはっはっは、これでグトも全開が4からだか、じゃらー、これはいいぜ、おお、え、じゃあ目玉キャラなんだ、まさかの Z の流れか、え、目玉キャラまさかの、じゃらへっちゃらきたマジでそっち、これは Z キャラか、まさかまさかの Z だと、ドンチュシーがよかったけど、いやでもチャラへっちゃらもすげえ、めちゃくちゃいい曲よ、わからんくなってきたな、わら、ルフフルフリコイ、フリーザセッコクネ、テテ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 テーン、予想がたたん、光る雲を突き抜け、フライアウェイ、お、ドラゴンボールレジェンズになんだ、エジット覚醒、おお、なんだ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 、え、まさかのジャックか、これはどうなんだ、みんな、これはどうなんだろうな、みんな、役に立ってみせろ、まさかの、わらわら X、おもれー、わらわら、斜め上、わらわら、ってことは道義ご飯来たくさくない、上空マスに
まさかのくさまさかの変身傍若か。役に立ってみせろ。役に立ってみせろ。おお。マジっすか。気づけやったやん。役に立ってみせろ。おお。わらわら。これはご飯も実装？マジかよ。わらわら。ちょっと待てや。劇場版強化か。意外やな。道義ご飯。かっこよすぎん？復活ご飯。かっけえ。ご飯やば。マジ？わら。おお。やったー。かっこよ、トラウマ蘇るからやめてください。いやー、かっこいい、これは。うせやろ。これはかっこいいぞー。これはエグい、ルフだと。うそやろ。マジかよ。本当にご飯、かっこよ、根血きたー。ご飯は換気、復活ご飯。かっけー。根血と劇場版か？性能知りたい。で、キャラクターめっちゃ出てくんな。公式呼ばれるフラグ？ギャグかと思ったけどご飯で手のひら返し。ご飯めっちゃいいやん。マジで嬉しいんだけど本当に？ご飯復活派やばいやろ。赤じゃない？ご飯クソかっこよかったね。トランクス派に嬉しい。ボージャックとご飯分かれてる。あ、違うわ。ボージャックとトランクスが分かれてて、多分ご飯が一体目玉キャラクターとしていてっていう感じだと思うんだよな。それだったらセル編の怒ってスーパーサイヤ人にが良かったな。溜め始めた石思う使う羽目になったわ。スギちゃんや。ワイルドだろう。量産マネーし。ステージかっこよくね。ステージクソかっけえな。ステージやば。トランクスかっこよ。そうで引きちぎってやったぜ。ワイルドだろう。トランクスに決定。ワイルドだね。上側はかっこいい。トランクスギちゃん。さあ、ボジャック。あ、かっけえ。何そのす、え、どういうことこれ。ってなった。どういうことこれ。え？変身。どういうことだ？どうやって変身するんだこれ。変身か？究極で服破れるの？殴りながら服破れるのおもろい。いやー、フリ属性やろな。うわ、復活かよ。復活かよ。復活や。復活かっけー。復活かー。体力満タンやろな。かっこよ。マジか。うわ、しかも範囲特殊じゃね、これ今の。鳥肌。範囲特殊。今の範囲特殊やろ。範囲特殊で、また範囲特殊かよ。おい、強いとこ全部あるやんけ。ガチャは枯れない説あるくね。スパーキング3体、うち1体リミテッドっていう感じ？さて、ここからが本番だろ？ 3 からだか。3体だけ？エクストリームで変身するの初めてじゃない？変身するか。そう、変身しとったよね。ご飯エクストリームルフだよ。やっぱ変身なんだね。ああ、緑、トランクス。周年超えられんですね、わらわら。極悪非道、残落、強ダメージ 80% アップ。ご飯。トランクス緑いいね。あ、トランクス忘れてたわ。あー、ご飯青じゃね、これじゃ。緑ゴジータまた場所奪われた？笑い。レッドか。覚醒アーツか。また青か。存在忘れたわ。ご飯楽しみー。これダブルステップじゃなさそうだな。あ、紫なんや。覚醒したら変身しないってこと。ご飯結構壊れてね。紫うわぁ、孫一族あげあるわ。死んだやんけ。マジか。やっぱ紫よね。70% で回復。へぇ。70% で草。根血強化か。孫パにも入るやん。いや、根血サイヤ人パーティーガチ強くね。孫一族パーティーに入らないんじゃないか、これ。あ、でも不死身キャラやから入るか。めっちゃドローするやん。孫パやばいでしょ、これ。いや、やべえだろ。わら。アーツ使ったら最大 75% 上がるやん。いやー、強いぞこれは。またな殺しやん。またな殺し。孫一族強化あるのか。前回アビも乗せれるやん。やばすぎん。そうよ、冷静に考えたら7体よ。ドロスパーキング3体やけど。根血でヒーヒー言わしてやるよ。ゴジータ4も殺されるかも、わらわら。ボジェ、フリーザとどっち強いかね。微妙とかい打てるやついてくさ。ルフ5点。強いよな。いや、不死身で範囲特殊ってだけで強いのに。覚醒どうなる？ゴジータ4は役も死ぬ？
ガチャ2つに分けんのかな、これ。必殺か。18号で刈り取ってやるぜ。一つじゃないかな。いらねえ。敵軍ほぼ核で復活にライジング打たせることできるくね。歳、ナスビとかボコボコ言われてる。わら。十分です。去年パイクーと考えたら500倍派熱いと。コメ欄荒れすぎよこれ。ご飯一体に絞りたいからこのまま終わっちゃえ。後半でこんだけしてくれたら10分や。去年より819倍増し、ルフ覚醒もシャロットブルーもないの。キスケさんの役に立ってみせろ、ごちそうさまでした。おい、トシのアカウント特定できるぞ。でお願いします。くさ。特定できるぞ。終わりか？ビルス風、来るぞ。終わりかな？終わり、閉廷、解散、終わってくさ、終わった。あ、終わった。終わった。ということで、ちょっと生放送終わります。ちょ速攻で動画撮るからみんな見に来てね。お疲れさん。